松中みなみの展開タッチ、先週は3連覇を目指していた日経新春杯ですが、残念ながら、しかし京成杯の方はしっかり3連覇が当たったので、まあ今年今70勝あって50勝的中ということで、いいスタートなんではないでしょうか。今週はちょっと東海ステークスとあと AJCC あるんですけれども、去年も勝った AJCC の予想の方をしていきたいと思います。それでは早速チェック今回はちょっと6年ぶりぐらいに少ない頭数11頭立てっていう感じになったんですけれども、まずはじゃあコース紹介、芝の中山芝の 2200m 外回りコースです。でも新年からずっと、まあ、年末から使われていて、新年からは C コースっていうことで、やっぱだいぶ荒れはしてきてるかなっていうのもあるんですけれども、そんな中でどの馬が行くかっていう展開を見ていくと、結構もう早めに隊列決まりそうな感じなんですよね。っていうのも、まあ逃げ馬のマイネルミラノがまあ行けますよね。そしてその後にトミケンスラーバは2番手とかでも運べるので、この馬がまあ内枠だし好位につけて行って、あとはゴールドアクターも好位3番手とか、その横のディサイファーもそのアクターを見ながらというか、マークというか、まあ並走っていう形で行き、ダンビラエットも好位につけていい馬なので4、5番手、あとは四方とかも好位につけた方が好走はするので、この馬が行ってっていう、本当平均ペースとかになるんじゃないのかなと思っています。そんな中で見ていくと、ちょっと下に折りますね、よいしょ。じゃあうちの逃げ馬とかの中で結構残りづらいんですよ。でももっと無理なのが追い込み馬が今まで来たことがないんですけれども、逃げはやっぱちょっとマイネルミラノマークされて厳しいかな。でも前の方でまだ残り目期待されるのが2番のトミケンスラーバかなっていうところで、この馬、まあ、前走52キロではあるんですけれども、まあ、しっかり後位から正攻法のレースで勝って今2連勝中で、中山の成績も悪くはないんだけど、 3000m を使った後のここ中一周で出てくるっていうところがちょっと不安材料だなっていう点があるので、今回は白三角にしたいと思います。あ、ちっちゃくなっちゃったそして同じ白三角で好位でっていう馬がこの4番の四方なんですけれども、吉田隼人騎手で今回もしっかりブリンカーをつけてくる馬、この馬は好位につけたら意外と掲示板外してないっていう点ちょっといいですよね。前走も吉田隼人騎手が乗って、あれなんで青、あ、当てた、3番手2番手からの、まあ、5着になったけど、こんな 3600m で5着だったらまあそんなに大負けはしてない感じでしたし、実際レコードで勝ったこの阪神の 2400m の時はもう好位につけて上がり最速でっていうレースができてるので、スタートさえしっかり決められれば残り目は期待、しかもこのレース結構かっちり決まりそうなので3連単しか私は買わないかなって感じなんですよね。そうなるとこういう四方が3着に来てくれると美味しいなって思います。そしてもう一頭白三角に持っていきたいのはちょっと後方からの差しになりますが、 4番じゃない8番の湘南バッハ。今回はこの馬、去年の夏ぐらいからあの掲示板実は 2000m 以上、まあ、1800m 以上外してないんですよ。こんな感じでこの3ヶ月の休み明けからこう4着で、これはまあマイルで展開も後方からちょっとね上がり3番目の速さで伸びるもちょっとあれだったんですけど、その後も中山の 2200m このコースでも一番審査の5着も5着そして金層4着っていう、しっかり確実に最後足を使って
刺してくるも結構長く良い足を使うじわじわタイプなので刺し切れずっていう点があるんですけれども、今回は絶好調のロケットスタートを決めた戸崎騎手に乗り換わりという点と、あとは11頭立ての小頭数でもしかしたらこう捉えられる圏内にあの馬を運んでくれれば、もしかしたらもしかしたらみたいなレースがあるのかなと思って、ちょっとそういった点も期待しています。このね、戸崎騎手ね。はい、というわけでじゃあ重たい印に行きます。星